はい、えー、冒険家の皆さん、こんにちは。えー、とですね、今日はあの動画の,あの作戦についてご紹介したいと思います。ただしですね、あのー、難しいその編集とかは一切なくて、もう一発撮りで、えー、全部終わらせてしまう、そういう非常に簡単な方法を、えー、ご紹介したいと思います。えー、今日、あのー、ご紹介するのは Room という、えー、ツールなんですね。この Room というのは、えー、Google の Chrome という えっと、インターネットブラウザーの拡張機能です。えー、この Chrome は、えー、っとですね、あのー、要するにインターネットを見るためのソフトウェアで、えー、Windows でも、えー、MacBook でも、えー、それから、あのー、Chromebook でももちろん、えー、機能します。なので、いろいろなところで使うことができるわけですね。で、えー、この Chrome に、えー、この Room というものを入れるにはですね、えー、この、えー、ビットリ l y s l a s クローム、クローム、ルームという、あの、リンクを開けば、その拡張機能のウェブページに行くことができます。で、これで何ができるかっていうとですね、えー、パソコンの画面を録画できるんですね。で、あの、つまりプレゼンができるわけです。動画として録画することができるわけですね。で、それだけじゃなくて、その片隅にですね、さっき僕の顔がこの辺に映ってたのを見えたと思いますけど、えー、そういう感じで顔を出すこともできるんですね。はい。 ええと、それでは実際にこれを開いたところを見てみたいと思います。はい。えー、さっきのですね、あの、ビットリースラッシュ、chrome, room というのを、このリンクを開くと、このページに来ます。で、ここが、えー、chrome Web Store の中の room という、あの、拡張機能のページです。で、僕の場合はですね、もうすでにこれ、あの、使っているので、ここに chrome から削除しますっていう、えー、ボタンがありますけど、 皆さんの場合はまだ入れてないと思いますから、ここに Chrome に追加というボタンが表示されているはずです。えー、ですので、えー、まずそれをカチッとクリ、あの、追加してみてください。で、これを、あの、うん、追加した後は、さっきのですね、えー、この動画でどういうふうにあのすればいいかを、あのー、 見ることができます。これ1分35秒ですけど、非常に短く簡潔にまとまっているので、えー、ぜひご覧いただければと思います。で、ただしですね、ちょっと一つだけ、えー、実は二つなんですけど、あの、ご紹介したいことがあって、この動画になくてですね。えー、まあ、使い方としてはですね、えー、ルームには三つの使い方があって、一つは顔を出してプレゼンするとき。これはさっき僕の顔がここに出ていた,でいたようにですね、それがあの、このスクリーンプラスカム、えー、画面を見せながら、 カメラも使うわけですね。で、2番目は顔を出さないで、えー、プレゼンのソフトだけを使って、えー、あのー、動画を作るときはこのスクリーンオンリー。で、3番目にですね、例えばなんかパフォーマンスをするときとかによく使いますけど、そのときにはプレゼンとかを、あのー、パワーポイントとか使わないでカメラだけで録画する場合、その場合はこれを選んでください。はい。ではですね、あの、実際のその、 録画の様子はここで見ていただければいいと思うんですけど、その後で、それをですね、皆さんが今作っている Google サイトの、えー、中に埋め込むという作業が必要になってきます。えー、ですので、それをちょっとどうやるかをご紹介したいと思いますね。はい。はい。えー、皆さんの録画が終わると、こういう画面が、えー、表示されています。はい。で、あの、このページを開く、このページ、あの、このページ全体を あの、シェアしたいときは、この、センド、いわ、ビデオっていう、このリンクを、あの、やればいいコピーすればいいんですけど、今回はですね、あの、Google サイトの中にそれを埋め込むということを、えー、やりたいので、ここではですね、あの、こちらの共有、えー、シェアのマークから埋め込むというのを選んでみてください。はい。えー、シェアのボタンを押したところです。そうすると、上から3つ目に、このエンベッドというのが出てきますね。なので、これをカチッと、 クリックしてみてください。で、ここうにうリスポンシブとフィクスサイズっていうのがあります。リプソ、えー、リプソン、<laughs> リ、スポンシブの方はですね、小さい、えー、スマホとかでは小さく、そして大きい、えー、パソコンなどの画面では大きく映るようなですね、そういう柔軟な、え、ものがこちら。で、えー、一方で固定されたサイズの方が良ければ、フィクスサイズを選びます。えー、まあ、今日はですね、このレスポンシブの方を選んで、えー、コピーコード。 してみましょうはい。で、コードコピーでというふうに出れば、これで成功です。はい。では、今もクリップボードに、このコードというものが入っていますから、それを持ったまま、えー、ご自分の Google サイトのページを開いてみてください。はい、えー。僕の場合はこちらですね。これが僕の作りかけの Google サイトです。で、このままでは編集できませんので、はい。右下の、えー、このですね、このページを編集というのを押してみます。 はい。これを押すとですね、えー、編集できる画面になりますので、少々お待ちくださいね。はい。うん、はい、今出てきました。これ右側にですね、こういう、えー、懐かしいかもしれませんが、こういうのがありますね。これが編集できる、えー、画面なわけです。で、えー、埋め込みをした、さっきの動画を埋め込むときはですね、この挿入の中の、この埋め込むという、これを、えー、クリックするわけですね。 でですね、えー、今、埋め込みコードというのを持っていますので、この URL ではなくて、この埋め込みコードというのを、えー、ひら、うん、クリックしますね。で、ここで、あの、えー、さっき、あのコ、コピーした埋め込み用のコードをペーストするわけです。はい。埋め込み用のコードの中身っていうのはこんな風になっているんですね。はい。えー、でもこの意味はわからなくて、全く問題ありません。 僕もわ、まあ、かるところはあるけど、わかんないところもたくさんあります。はい。で、このまま、えー、次へを押します。はい。そうするとですね、どんな動画だったかをプレビューするところが出てきますので、まあ、これで間違いなければ、えー、挿入を押してください。すみません。これは僕の広報用の動画じゃなくて、全然関係ない動画なので、そこは気にしないでください。はい。 そうするとですね、こういうふうに、あの、えー、動画が Google サイトの中に埋め込まれるわけです。ちょっと邪魔ですね、これ。ああすいません、なんか、ダブルになってしまいました。はい。で、今、ここはまだ、あの、えー、編集用の、あの、画面なので、ここではさ、あの、再生できません。はい。で、かつ、まだ、あの、公開していないので、今、行った編集は実際の、えー 皆さんの Google サイトには、あの、まだ反映されていないわけなんですね。なので、そ、あの、ここで右上の公開ボタンを押します。はい。えー、公開ボタンを押しました。で、えー、っと、じゃあ実際にですね、あの、えー、公開されたページを確認してみましょう。公開したサイトを表示。これを押してみます。あれ、ちょっと。公開したサイトを表示。はい。はい。これを押したところですね。そうすると、 えー、はい、出てきました。はい。この下のところに、さっき埋め込んだ動画が出てくるわけですね。はい。で、ここでこの再生ページを押してみると、あの、まあ、今ちょっと僕の声が出ちゃうんで止めますけど、あ、止まんない。はい、今止まりました。はい。で、ここで、あの、えー、作成した録画が、えこ、ー、こ、あの、再生できるというわけですね。はい。えー、今日のところは以上です。 ではまたあの、火曜日に皆さんにあの、ズームでお会いできるのを楽しみにしています。失礼します。